うん、美味しいですよ。私を褒めるか缶詰を褒めるかってどっちも褒めればいいじゃん。別に なんかさ、うん、ちょっとやっぱさ、うん、チンするわなんかいつも一回移動するとき一瞬だけ一瞬だけ捨てていい？はい。え、大丈夫でしょ？はい。30秒だけ待ってね、みんな。30秒だけ待ってね。やじゃん、なんか映ってたら。何が？何がですか？ねえ。え、そういうこと？思った。私はこういう、うん、なんかあれだから、うん、一応あれ、おいしい。みんなもうちょっと待っててね。パチパチ言ってきたはい、お待たせでーす。退出しようとしたっぽいこれちゃんとなぜか。冷めるの早いって言われたとかじゃないの、熱々がいいの。好きですよね、あったかいの。うん、おいしいよ。おいしい。全然まだまだ食べれたわふふ君と歌いたい。あ、見た。みんななんか6歩で結構見てるなみんなにスカートが短いねって言われました。なんでだと思いますか？話したよね、前も。あ、話しましたっけ？うん。あれ話さなかったっけ？話してない、話してない。でも、短いじゃん、いつもあれ。ごちゃん、あんなか、いつもあれだよ。いつもあれだよ。そう、風が強かったよね。うん、しかもね。でも、うん、もう一個理由があります。そうなんです。私のと交換したからですまゆこさんのスカートの方がなんか短くて可愛いなと思ったから、うん、いや私がなんか短って思って、うん、まあ確かに私の方がさ身長ちっちゃいからさ丈短いやつ当て込まれるのは分かるんだけど、うん、あ短いって思ったらエゴちゃんがなんか長かったんだね、エゴちゃんにしては。そう。で、その長いのがいいんですかって言われたから、長いのがいいって言って交換しますかって言ってくれて、エゴちゃん交換したら、うん、それはエゴちゃんが短くなるよ。マジで短かった。マキコさんのスカート履きました。おいしい。まゆこさんありがとうって言ってる人いるよ。ミニこそエゴさん。お酒飲まないってめっちゃ言われる。飲まないし、ショールーム多分お酒禁止なんだよね。あ、
消される。うん、消されるよね。ほんと見てる人いる、すごいですよね、うん、めっちゃ監視してんのかな、こういっぱいこう全部のルームがある、なんかそういうパソコン室みたいなのあんのかな。どうなんだろう。おぼちゃん嫌いなものあるだって。しいたけでもエゴちゃんの目の前でしいたけ食べるからやばいやばい、食べ終わっちゃう。早っだよね。エゴちゃんはまだ半分も食べてない。でも一個さん食べるの早いんですよ。うん、うん、お店のパスタめっちゃ多かったよね。ちゃんめっちゃ多かった一生食べてたのパスタ、うん、美味しかった。ごちそうさまでした。早っ。髪の毛染めましたか。可愛いです。ありがとう。染めました。ミラーボール来てない。え、ミラーボールじゃない。ミラーボール。ミクルちゃんがコメントしてくれた。本当？この間来てくれたよ。そう。いい公園。うん、あ、いい公園か。うん。出演する方ね。うん。あんかけスパの店で行ったよね、一緒に。行った。めっちゃ暑かったよ。そうそうそう。鉄板のあんかけスパ屋さんが栄かなにあって、ずっと一回むっかーしロケで行ってね、ずっと行きたい行きたいって思ってたんだけど、やっと、あ、ミラーボールだありがとう。マイクの方でミラーボール来ます。でずっと行きたかったんだけど、うん、行きたいって思った時に、そうだ行こうって思ってよくわかんない、ね、まあ行こうって思ってごちゃんと一緒に行ったの。鉄板ナポリタン、うん、ね、鉄板あんかけスパゲッティの店で、めっちゃ昔から、あ、古くからごちゃんの方でミラーボールを着てます終わった。そうだからその店に行ったんだけど、ごちゃんもそれでこそ熱々で、うん、私は大好きだからもう死ぬほど熱々なわけ、うん、ずっと熱々、食べきるまで熱々だよね、うん、美味しかったけどめっちゃ熱かった。私はもうヒーヒー言いながらも食べてたけど再加熱いらないやつね。私はいきなりステーキ再加熱派だから。え、頼むんですか。うん、再加熱してくださいって。そんなことできるんだ。いきなりステーキはできるよね。ね。え。熱々、はじめまして。はじめまして。名古屋飯ってあんかけスパゲッティだけはいまいち好きになれない。行ったお店が多かった。そうじゃない。美味しいよ。美味しい。美味しいよね。頼んだ人見たことないらしい再加熱。うん、初めて聞いた。初めて知った。あれは行く？いきなりステーキ行く？行かないでしょ。行ったことない。ほら、一回ゼロプジのロケでマキコさんと買いに行った、うん、あの何サービスエリアで、あれいきなりステーキだっけ。あれいきなりステーキだっけ。そうだわ、あれでしょ、西洋通りからスタートするやつでしょ。あの私が一人で神奈川からでしょ懐かしい。あ、やったね。ニキゴキチームだった時だよね、うん、だから懐かしい。やったわ。あの時私いきなりステーキ食べたんだ。食べましたよ。
あれいきなりステーキじゃなかったかな。でもありそう、パーキングエリアとかにもあるか、サービスエリアとかにもあるから、うん、あのいなんだっけ、すごいあの観覧車とかがあるサービスエリア、いきなりステーキ大好き、よく行ってるんだけど、なんかさ、うん、一時期その半分ぐらい閉まっちゃうみたいな、うん、コロナの影響で、うん、だからあんまりなくなって悲しい。ねえ悲しい。なんかあれお金なくて注文変え、なんだっけあれ、え、あ、そうそうそう、なんだっけあれもさ、予算出たのお小遣い、あ、なんゲームしてお小遣いの値段がさ、そう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 、なんだ、じゃんけんだっけ、うん、なんかじゃんけん、6期ぐらいとじゃんけんしたよね、6期ドラらへんとじゃんけんしたよね。そうで、余った分これだけの肉くださいみたいなこれで食べれる量くださいって言ってテレビなかったらやんないからマイコ、めちゃくちゃ恥ずかしいよねじゃんけんだったっけ、懐かしいな。そもそもお小遣いいくらもらったんだっけ、いくらだったんだろう。食べた、食べた、美味しかった。近くにあったいきなりステーキさらちになってた、えー、悲しい。そうだ、みんなめっちゃ覚えてるじゃん、すごいうちら5000円だったらしいよ、うん、でもめっちゃ買えるじゃん。でも観覧車も乗ったしみたいな。なんで観覧車乗ったんだろうね、知らないしかもなんで1人え、でも2人で、あ、そうか、1人しか乗れないみたいな感じだった。いや違うわ、うん、なんだっけ、4人乗りだから1人余りみたいなで、マイコさんがじゃんけんに負けたの。なんでさ、別に22とかに乗ればよくないそう、普通に23とかに乗ればいいのに、うん、なんか1人だけ一人で乗る本当に一人で乗ってたの本当に一人で乗った。一人でずっとカメラ回したんだけどさ、あんま使われなかったそりゃそうだわ、話すことないもん一周分懐かしい、懐かしいね。あの時さ、なんかめっちゃおしゃれなトイレで、おしゃれ、うん、トイレで写真撮ってなんかソファーあるトイレめっちゃ広いとこ撮ってた、誰で写真撮ってた、撮り合ってたよね懐かしい。でも4人と1人にしようって言った、言い出したのマヒコじゃなかったっけ自分で言って自分で分けて自分で言ってじゃない、自分でやって自分で負けてんだ私それはやばい、兄さんでいいのにね。でも初めてよ、一人で観覧車なんて乗ったのおかげさまで初体験人生でないです, 笑う、懐かしい、うん、面白い、でしっぺ負けるうん、面白いな、懐かしい、もう何年も前です。うん、なんかちょうどなんかその時のインスタ見てて今日うん、僕が見返そうかなって見返してみてくださいめっちゃ面白い。マイクも結構短いスカート履いてたんだよな。履いてた。でさ、あれ学園祭の時だよね、最終的に、うん、でも一泊とかしたよね。一泊した、下の方だっけあれ、うん、楽しかった。ドッキリとかした。え、でもあれどんなとこ泊まったか覚えてないの。旅館じゃない、旅館だった。うん、2期生トークとかした。やっぱり好きなんだよね2期生どうだったこの間5期生争いは。楽しかったですよ、2人で
ゲームしてきて。だれ平均みたいな感じでしょ、どうせ待ってるのどっちも、うん、運動神経悪くてあはっていうのがやってる。違う、普通に私が運動神経悪すぎた。うん、ほんと。え、あれさ、なんだっけ、もう全部流れた。流れました。あれ、こういうやつ、あれおもろかったわ。あ、じゃあ宴会芸とかもやってたね。あ、懐かしい。懐かしい。風数や科目コピした。やってた。めっちゃ覚えるんだと思った。え、よくやったよね、あれ。なるちゃんとやったんだっけ、はあ、ね。もう YouTube で。めっちゃ見た。ずっと、なんか、文字起こして。何やってんの、本当に。だいぶやりましたね。だね。どうだっけな、なんだっけ、忘れちゃった。あ、これだ、トイレ。久しぶりに行きたいな。うん、これだよね。あ、懐かしい。懐かしい。どこの学校だっけ。あ、名城大学さんだって。ほんと、この日の朝言われて、この日の朝なんか立ち位置決められて、なんか踊りましたよね。この日の朝に言われたんだっけ、うちら。全く覚えてない。懐かしい。楽しかったな。7ドライ 6D1 7D2 みたいな感じかな。いや、でもそんな、なんかちょっと分かんないわ、分け方が。うん、でも懐かしいメンツがね。うん、あって、あ、リオハとかいる、サマンもいる。懐かしいね。何やの、パレオとかやるの。うん、パレオ。パレオよろしくとかもやった。いや、パレオだけなかったでしたっけ。なんかパレオ何回もやった。じゃあ一回だけ、一回だけやった。うん、なんかトークもやってパレオもやったんだよね。うん、懐かしい。懐かしい。見た。ね、ミナンさんの届きました。あ、届いたよ。見たい、見たいんだけど。あるある。え、何の写真だろう、気になるな。見てない。見てないです。どうする、めちゃくちゃめちゃくちゃ水着だったら。一番目立つとこに貼る。遠い、遠いよね、遠め。遠め。しかもね、サインするんで、ここから自分にサイン書いて書こうかなって言ったら見れちゃう。なんか私より目立つからやめて。あ、水着じゃなかったですね。言うてもちょっと服着てるんで、これみなちゃんの写真集を買った時に、星野書店さんでポスター、このパネルポスターをあのサイン入り抽選に当たるってやつの応募用紙をもらったの。せっかくなので、まあ、当たんないだろうと思って応募したら当たった。すごくない、やばくない、紙芝居。で、なんか一緒にいる時に急にマヒコさんが、え、待って、なんか知らない人が電話かけてきたって。そうそうそう、電話からね。電話出たら、おばひでさんの当たったよね。めっちゃ笑った。いつか私が私物プレゼント企画があって。それプレゼントするんですか。ここに私のサイン書いてプレゼントします。やばい。そんな企画があればね。すごくない。やっと届いたよ。よかった。なんか新書買うときもすごいサイン、うん、サイン入りと写真、サイン入りなしが1個2つ置いてあったんだけど、うん、まあメッセージもらえるからみなちゃんに頼んでもらおうと思ったから、サイン入りはそのね、ファンの方とか、うん、みねちゃんをちょっと
気になった方とかに届けばいいなと思ってサインなしを買ったんだけど、うん、レジでサイン入りあるけどありますサイン入りこちらございますって言われて、うん、同じあのあ大丈夫ですって言ったら同じなんですよって言われてあ大丈夫ですなんでわざわざサインなし買うんだろうって思います普通だってファンだったらねサイン入り買うかなと思いますよね、うんこれはね、ほんと一生滑らない話今年一嬉しかった、まだ始まってちょっとだけど大吉だったのと、これくじ引いてないや、うん引かない方がいい、絶対そうなんかあんま良くないから絶対良くないから神社に引きに行こうじゃん絶対行きたい絶対悪いなんでそういうことやるんですか動画撮っといてあげるよ生配信するそれこそショールームでこの瞬間、うん、このお賽銭箱、お賽銭箱かな、うん、おみくじのカランカランのとことかです。確かに、まゆっこさんも大吉使い切りましたよ、これで。だよね。うん、あ、いや、まだいろいろあったから、全部大吉。大吉は、じゃあ、このくじ運みたいなのいいかもしれないけど、うん、まだいっぱいあったから、お金とか。とか引っ越しとかいろいろなんかあったから暮らしとかそういうことであヤムさん公式見た公式って何なんかまた上げられたの何違う、私のやつじゃないだからあ、まゆっこさんの公式見たよ待ち人何それえ、待ち人みたいなのあるじゃないですか待ち人ん声何時まで入るあ、もうでもそろそろぼっちマチビトコツとかそういう系のやつかうん知らんこの間3時間ぐらい配信したもんなめっちゃ長かったですよね、うん、でもその2日後、3日後ぐらいみなちゃんとコラボしたその日も3時間ぐらい配信してたでも1人で3時間はちょっと長いなって思うけど、うん、2人とかだったらあっという間だった、うん、配信大好きマイクさんラーメン大好き小泉さん3時間見ちゃった見ちゃったんでありがとうあんまさ長いの毎日やるともう明日やんなきゃみたいになっちゃうからさでも明日はもうやるなら夜やるならねやるなら夜仕事だから夜毎日アイドル7日目らしいえすごい毎日やってるんですかうん埋もれてるからその辺にえいない流れにいないいないどこにいるよこの辺にいるいるえいるってばいないいるよいたいないえなわけいないこねえ絶対こちゃんでしょやってない絶対こちゃんだよマイ料理アイドル、そうだよ料理しかしてないちょっとミートソースつけそうだから遠く白いからね、うん、
伸びていくから出てくるんだって机の下から出てきました。それかわいいよなって。あげるよあげない。ゆずかレモンだかなんか持ってるから。マキコさんちのお主です寝てるけどね、いつも。この3人の一面感一面白と白、本当だね、白と白だよ。3人ともアイドルみたいで可愛いやって3人ともアイドルなのよ。アイドルみたいというか触り心地よさそう。まあまあまあ悪くはない。めっちゃ気持ちいい。右の2つの人形ください。はい、どうぞ。どうも、私たちです。私たちです。ダーン、かわいそう、いじめられて。ダーン、無理だ。シロって名前じゃないんだけど。シロ、シロじゃないよ。ラッコみたいで可愛いだって。よかったね、褒められて。なんか持ってる。レモンじゃない？レモン。名前？ぬいぐるみ。クマ。クマ。どっちもデベソってきてる。かわいそう。デベソところも腹が出てんのよ、もう、うん、ポンポン。後付けしなきゃ。ほら、どれんじゃん。かわいくチームです。ダンスチームの人混じってるだって。混じってるよ。あれやば。で最後に MV 見て終わりますわ。あ、昨日も MV 見せた。こうやって見るだけだよ。めっちゃ良くない？あの MV 好きね。なんかでもちょっとね、 Wi-Fi の調子が悪かったんだよね、朝。私も聴いてますと昔の曲だけど、うん、なんか10周年コンサートみたいなのを見つけて見てた、うん、懐かしい曲いっぱいでした、うん、なんだっけ、キラピュアパワーとか懐かしい。でも高校の時めっちゃ聴いてた。信じ続ければきっと遥かの奥まで夢の向こうまでめっちゃ聞いてた。てかどれ、恋落ちフラグなんだよ、私が見たいのは。懐かしい。これも最近の曲わかんないな。最近の曲も全部見てめっちゃ良かった。
まあ最近ってまあさ、あんなんまうちらより出してる基本的に。あ、わかった。あ、そう、カミフレがツーマンすんだってめちゃくちゃ羨ましい。おし、来たよ、来たよ。これ、なこの手すりんとこにもじゃんももろない気づかなかったでしょこの足はどこ、どれが私でしょうわからなすぎ。前開いてんのいいな、みんな開いてるわ、私だけだとすりてんの。短いじゃん、ゆうちゃんスカートこれいいな、走ってんの。マイコ走りたかった、一番前走りたかった。え、どこどこいんの、もう一回ちょっと、いや、分かんない、映ってたか分かんない、私もちゃんと見てないから。あ、でも一番後ろじゃないね。え、なんか普通に決められてたんですよ、これ大体これを見てみたいな。なるほどね。だから別に実力で後ろなわけじゃないの、その足の細さの実力で後ろなわけ。1列で始めてこうなったわけじゃないんですよ。あー、じゃあ違うね。でもあいつ置いてかれた。本当は好きだったんだろう、自分で期待して気づかないふりしていたつって、立ち話をしてた時、ねね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 マキッコ、もうすぐ来た。でも、クシャシャー、ラタタン、タラタッテテ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 テここでもよかった。あの一番後ろにいてほしい。ボケ取るよ、あの後ろまで行ったらね。これでもいいな。ここめっちゃなんか映りいいですね、うん、綺麗。めっちゃ綺麗だよね。どこいる、エゴちゃんこれ後ろの寒くなかった？めっちゃ寒かったですね。だよね、この駐車場。しょうがねえじゃん。いた。これエゴちゃん今知ってる、みんな知ってる、みんな踊ってるよ。私もラップエゴちゃん踊ってんの知ってる、みんな。なんかわかんないけどラップチームにいるんだよ私。エゴちゃんにいるの知ってるから、知ってた、みんなしれっと言うから、うん、知らなかったって。やばちょっと気づいてよ。え、どこにほら、一番左にいるから、端っこにいたから、一番左にいるから、ほらやっぱ知らない人いる。兼任、兼任してるよ。可愛い子チームとラップ兼任。これももうちょっと私の後に来る、集まってくるとこもね。見合わせたとこ使われなかったね、違う方使われてね、うん、英語ちゃん見るかジュニアさん見るかどっちかだったんだけどな。これ綺麗だったな。マイクはさ、うん、この間違いしてるやつ気づいてる。なんかドンちゃんに言われたんだけど、私ちょっと戻しよう。どこ、ねねね、
え、ほんとでも一瞬ですね。一瞬だよ。ほんとは。マイコさんの限定。マイコ、でも間違いとかじゃないの。もうそれでずっとやってたの。そうだって絶対リアさんやってる、そうやってる人ねえ言われなきゃ分かんないけどあ、ほら、おしちゃん違うか。いやでもやってるよね、おしちゃんも。これおしりんどれですか。その須田ちゃんと違う。いや、まきこさんは完全にマジでこうやってこんな振りなかった。いや、普通腰でしょ。こうやってやって、この下どうやってこんなやったんだろう、うん、なってた。いや、なってないですよ。持ってる時すごいよね。立ってるのにその下もなってる、うん、すごい、めっちゃ綺麗。すごい、圧巻のステージです。パッタタン、Thank you。 白、真っ白、めっちゃ白いね。めちゃくちゃ白い。はい、というわけでこんな時間だこんな時間だ。というわけでセントリアと貸し切れるんですね確かにあそこで踊れるのすごいですよね。すごいいいですよね。駐車場も、お駐車場ポートメッセだっけ。あれ、いや、近所ふと、あ、そうでしょ、ポートメッセじゃない。いや、みんなこれでいろんなとこで踊れますね。みんなもみんなもみんなも踊ってください。ぜひ第二ターミナルで踊ってくださいはい、というわけで、配信見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ気づかなかった。いや、隣で踊ってんのに気づかなかったですもん。いや、だって隣、まあ、見え、踊ってる時は見えないけどさ、私もこうやってて違うよって言われたけど、ここだったよ。まあ、バレないっていうか、そのなんかそんな重要視されないとこだからいいんだけど。バイバーイ。バイバイ。ずっと喋ってる。あ、腕が伸びない。短いんよ。